ハンドボール韓国代表は大韓ハンドボール協会により編成される韓国の男子ナショナルチームである。1988年に自国開催のソウルオリンピックで銀メダルを獲得。その後はアジア選手権で9度の優勝、アジア競技大会で6度の優勝を記録している。2007年の北京オリンピックアジア予選ではリーグ2位に終わり、 世界最終予選への出場が決まったが、審判の不正なジャッジがあったとして、リーグ3位の日本と共同で国際ハンドボール連盟に抗議し、同年12月17日にアイホーフが再試合の実施を決定。2008年1月30日に日本との再試合が行われ、28対25で勝利しオリンピック、出場権を獲得した。2014年の 第16回アジア選手権では5位にとどまり、2015年に行われる世界選手権への出場権を得られなったが、出場権を持つバーレーンとアラブ首長国連邦が開催国カタールとの外交上の理由で出場を辞退。しかし、アジア選手権5位の韓国に出場権が与えられることはなく、なぜかアジア選手権6位のサウジアラビアに出場権が与えられ、もう一枠は、 アジアではなく欧州のアイスランドへ与えられた。大韓ハンドボール協会は強く抗議すると発表した。2015年から委員教師が監督に就任。ありがとうございます。